はい、朝日チャンネルです。ね、今日はね、お金持って逃げた子がいるんでね、ちょっと今ね、あの回収に行ってるとこなんですけどね、うん、まあ松浦さんと古田班長に、ね、お願いしてね、お金の回収に行ってもらってるとこです、うん、ね、まあ本人ね、あの全額は返さないっていうあれですけど、まあ返す気はあるっていうあれなんでね、うん、ね、とりあえずね、48万7千いくらだったかな、うん、は返してくれるってことなんでね、まあ総額ね、本当は75ぐらいあるんですけどね、うん、本当に、うん、今はね、あのまあ社長に会いたくないってことでね、うん、社長には返さない、渡したくないけど、ね、他の従業員とかに渡してっていうあれでね、給料と交換で、手渡し交換でね、やってもらってるところですけど、うん、松浦さん、取れますか？あの本人とは合流しました？だよ。あのお金、あ、まずあの明細を渡してもらっていいもんで、でそれでお金を受け取って、お金をちゃんと数数えてから、お金を、そしたら給料渡してもらう感じで。あ、じゃあこれとりあえず、はい、でそしたら受領書にもサインをちゃんとね。お金受け取りました？お金2回ぐらいちゃんと数えてくださいよ。ちゃんと合ってるか確認しないといけないんで。じゃあお金合ってたの？はい、ちょっとじゃないよ、ほらちゃんと受け取って。
お金は確認できてるの？ちゃんと合ってる？それだも確認して、俺も確認して、で細かい壁が用意できなかったから、面倒くさかったから、多めに入って、多めに入ってる。多めに入ってる。うん、いや損してるでしょ。だって全額じゃないだもん。あ、そういう意味じゃないよ。何十円ってだけは得してるもん。あ、何十円じゃあ残りの25万ぐらいからその数十円引いたお金を計算しないといけないのか。そう、残りね、まあまあその残りはね、まあちゃんと計算してで、それをちゃんと数えないと。ああ、ついた。うん。ああ、受領書もちゃんと持ったら。ああ、持ってるよ。うん。伊藤社長、これなもんで、あの一度確認して。ああ、わかりました。はい、受領書はもらって、アホかや、受領書はもらってるから OK で、金額が48万7961円、で8000入ってるって話。うん、残りの25万はまだあるだけ。うん、それが一応受領書ね。受領書は受け取りましたね。そう、そうでね、給料と交換なんでね。で、お若い、まずはね、いくら回収できましたかね、これ数えないとね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、10、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、40、48万8000円。48万8000円。そう、ちゃんと確認。48万8000円でもらうお金が48万7900円ぐらいですか。7964円。そうだもんで1円、61円ね。で、あと回収できなかったのが、住む場所が困ってって言って貸してあげたアパート代かな、25万ぐらい最初にね。うん、それだけはね、まあもらえてない状態なんですけどね。うん、まあ
まあ別で貸してたやつはまあこれだけ返ってきたんでね、まあちょっと一安心っていうのはありますけど、ね、これも返してもらいたいんですけどね、うん、うん、でもなんか本人の話だとね、引っ越しちゃうんでしょみたいだね、うん、ねえ、結局ね、普通に自分名義で借り、会社で借りてたわけじゃなくてお金だけね、貸してあげたつもりでいたんだけどね、で、結局住むのも2年契約の場所なんだけどね、結局ね、それを引き払った敷金、礼金とかああいうの全部払ってるやつ、戻ってくるお金はね、自分でもらっちゃうってことですか。でもペット飼ってたからね、うん、でも多少なりと帰ってくるはずですけどね、うん、まああいつがちゃんと綺麗に掃除するやろ、ね、うん、まあまあ綺麗好きだからよっぽど綺麗じゃないですか、本当綺麗だから、うん、ね、まあとりあえずまあ教訓ですけどね、うん、人にお金を貸すと痛い目を見るっていうことですね。うん、まあ周りでもありますからね、聞いてると、うん、ね、僕の知ってるとこは200万以上貸してて逃げちゃったっていう話も聞きますし、ね、百数十万貸しててね逃げちゃったっていう話も聞きますしね、まあ僕の方はまだ恵まれた方なんじゃないですかね、うん、そうだね、うん、そうだ、まあ、恵まれちゃいいけど、ね、恵まれちゃい、まあ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 マシってだけ、まあまああんまないですけどね、うんうん、まあまあ少なからずね、まあ回収できたんでね、うん、まあよしとしましょう、まあよしとはし、まあ、きゃん、まあ全部返してほしいな、うん、でもしょうがないね、うん、とりあえずだね、うん、まあ、いいじゃん、とりあえずだから、ああ、まあとりあえずはね、とりあえずはまあ少しな、少しっていうかまあそのまあ半分以上は回収できたんでね、うん、まあまあまあそれは結果はまあ良かったと思いますね、はい、疲れてる、じゃそれじゃあね、まあまあこういう動画になっちゃいましたけどね、うん、面白いと思ったらいいね、チャンネル登録もよろしくね、次回の動画また見てね、バイバイ。バイバイ。Okay.